こんにちは。あ、素敵に言っちゃった。長いぞ。そうですよ。だからもうエネルギーを。ちょっとこうエネルギーを消費しないように。喋り倒しますよ、今日は。何かというと、そうです。毎月恒例の月間総評ということで、はい、今日はセリーグです。はい、この1ヶ月間、まあ、6月の1ヶ月間を振り返って、はい、このチームどうだったかというのをこう、はい、細かく見ていくんですけれども、現在6月28日時点です、はい、でおそらくあの順位は、ね、変動はあると思うんですが、現在時点の順位でちょっと見ていきたいと思うんですが、はいはい、まあ、現在は首位が阪神、はい、で DeNA、広島、巨人、中日、ヤクルトというところになっていて、まあ、阪神と DeNA がまあ 0.5 ゲーム差、うん、で広島と巨人3位は1ゲーム差、うん、この2チームになってますけれども、じゃあまずちょっと豊さん、はい、あ、阪神、阪神な、はい、この1ヶ月どうでした？4月5月っていうのができすぎてたよね、はい、だからそのギャップを考えるとすごく物足りなさと、うん、停滞気味っていうかさ、はい、まあ、そういうものを感じたけども、でも、あ、しっかり準備をし始めたな岡田監督はって思うのは、はい、前側が出てきたりだとか、うん、まあ、森下をまともう一度上げたりだとか、はい、里照を落としたりだとか、いろんなこう後半に向けての準備をし始めたなっていうことは感じる。6月の後半あたりからそういうのが出てきて、うん、そうそうそう、だからまあ一旦こうチームは落ちたとしても、うん、戦える体制をもう一度立て直しているという、うん、そういう6月だったかなっていうような感じがするよね。これ打率防御率で見ると、はい、現在はですよ、打率2割4分で防御率 2.85 なんですけど、はい、この1ヶ月の月間打率だけで見ると2割1分8厘、はい、で防御率も 3.39 と、はい、どちらも良くなかったんですよね。まあ、良くないよね、うん、まあ、良くないのは特に特筆してたのが、はい、やっぱ抑えだよね、はい、だからまあそこら辺で星を4つぐらい落としてるし、うん、だからすごくダメージが大きい負け方があるんで、すごく印象が悪かったよね。そうですね、うん、あとはやっぱこうエラーが増えてきたということ、はい、だからここら辺がやっぱり昨年と比べて、うん、え、変わらなくなってきたじゃないかっていうような、はい、まあ、不満がファンの中では言われるようになってきてるよね。そうですね、うん、中日が一番してるんだけど、はい、まあ、一個差なんだからね。一個差です、はい、うん、だからまあ甲子園を舞台にやる阪神と中日が人工芝でやるエラーとはまたちょっと全然違うとは思うけどね。そうですね、思うけど、まあ、ちょっと増えてきてるな、まあ、5月が18個、6月が19個ということで、はい、やっぱその暑さだったり疲れっていうのも出てくるところでもっていう、まあ、そうだな、うん、ただやっぱり俺が感じるのは立て直しに入ってんなっていうようなことは感じてるよね、はい、これね、あたふたあたふたして、はい、何をやってんだっていうことではない。やっぱ地に足をつけて先のことを考えてるなっていうね、はい、ことは感じるけどね、うん、ただまだ貯金がね28日時点で12個あるっちゃあるので、うん、まあ、そこら辺は分からないと思うんですけど、ね、でもさ、貯金あったとしてもあっという間になくなるんだよね。早いですね。早いんでどん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 、そうそう、なくなる時は早いから。早いですね。まあね、あの本当にあったゲーム差も現在 0.5 しかないですし、 DeNA との、 あの一時期 DeNA が変わったっていうのもありましたし、そういうのを見るとまあ貯金あってもいくつあっても、まあ、まあそうだな、うん、ところではありますしね、うん、これどうなんですか、まあ、あのエラーの数に考えるとこれこっから夏場さらに暑くなって苦しい戦い続きますけど、エラーを減らしたりとかそういうかできるんですか。これはね、技術的なことだから、うん、急にねその意識を持たせたところで治らないよ、はい、まあ、矢野監督もエラーは懸念材料にあったと思うんだけど、はい、やってる3年間やっぱエラーが減ったことがないでしょ、はい、まあ、それだけの意識しかないんだよ、まだ選手に、うん、やっぱ岡田監督っていうのはそこら辺の意識を変えていってるはずだから、いい、みんなが全員ピッチャーも含めて、うん、まあ、25人ベンチだとして、はい、1個減らそうと、うん、年間で1個でいいんだと、うん、その意識を持ってやれと、はい、10個やってたものが9個にしてくれる、うん、そしたら単純に25個減るわけよ。そうか、大きいですね。そうでしょ。じゃあ2つって言ったら50個だから、うん、分かる、はい、だからそれをなくすようにみんなで努力しようと、うん、ただが1個でいいんだ、2個でいいんだって言ったら、やっぱ意識は1個みたいな。確かに、あの変わりますね、1個みたいな、うん、それだけでいいのみたいな、うん、そういう簡単に考えるべきだ。でそれだけやっぱり意識を高く1個を減らすために努力をするという、うん、
はい、まあ、そうなってくると俺は減ってくると思うけど、うん、まあ、トータル的にエラーはしたくないんだけど漠然と考えすぎなんだよね。やっぱそこには目標があって、はい、目標をしっかり設定してね、うん、チームでみんな一個ずつ、はい、なってくるとやっぱり減ってくると思うけどね。そうですね、はい、まあ、中でもこの6月だけを見るとそのトウとダでこの選手がこうだったからこうっていうのは名前挙げるとすると何かありますか？だから大竹があれだけの勢いを持って投げてたのは、うん、勝ち星を消された試合もあるよね、後ろで、はい、だからここら辺が勢いをなくしたように感じるのは嫌だよね、はい、で村上もあれだけの精度を保ってきた、これからだから、はい、夏場に向けて精度を失った時にどういう打たれ方をするのかとか、うん、でも彼は最初のうちはなんていうの、頑張ってリリーフを使わないように完投負けをしてくれたとかね、はい、価値ある負けは多いんだよ、はい、でもトータル的に6月を見ると非常に悪かったなというね、そうです、トータル的にね、うん、だから、まあ、大竹も村上も6月ゼロ勝だから、はい、ちょっとここら辺の勢いが止まったっていうのがちょっと嫌だよね。ですね、うん、ダの方ではどうですか、名前挙げるとすると。いやそれはね、大山はよくやってるよ。ですね、大山もね可愛くてしょうがない大好きですもんね大好きなの、はい、ただやっぱり近本が落ちてきた、はい、中野がギリギリのところで頑張ってたけど、うん、ちょっと落ちてまたちょっと良くなってきてる、うん、で快進撃の時はノイジーがやっぱその打線をつないでたけども、うん、やっぱノイジーも心もとない、はい、で里出るのは落ちたという、うん、ね、でまあ木浪もちょっと上がってきてるのかな。そうですね、あの後半になって、まあそうだね、だからあとは梅ちゃんかな、はい、梅野が一時期パッと良くなったんだけど、うん、そこをやっぱキープできるように頑張らないとな、うん、そうですね、うん、さあ続いて DeNA 見ましょう、はい、DeNA は現在打率は2割6分1厘で防御率3割3分0なんですけれども、はい、打率はほとんど変わっていません、月間打率2割6分、はい、ただ防御率が 2.74 とピッチャー陣がこれは頑張ったというふうな先発陣であったりとか。そうだな、はい、だから、まあ、今永がいいピッチングをしてても勝ちきれなかったんだよね、うん、勝ちがつかなかったんだけど、まあ、6月はついたという、まあ、それと交流戦優勝したという、うん、一つの目標の中でチームがいい状態で戦えたという、その中にはやっぱ打順の変更があった、はい、まあ、例えば関根を1番にして2番桑原、うん、これがベストだって言い続けてるのにさ、そうです、やっとしたかみたいな。そうですね、まあ、まあ、佐野の3番というのは俺不満なんだけど、はい、佐野はやっぱね宮崎の後ろに打ってるともっと怖いと思うんだけど、ね、え、じゃあ6番の方が佐野選手は、だ俺はいいと思う、はい、ただその条件はオースティンが3番に入るということなんだけど、あ、うん、だけど、まあ、オースティンがいなかったら、まあ、佐野でもいいよね、はい、うん、あとはやっぱ牧宮崎、はい、もうここら辺は怖いぞお前、破壊力半端ないですね。いや、なんかどうやって抑えるんだろうって、抑えられる方を楽しみだもんね。あ、逆のね、あ、ほらまたまた打たれた、また打ったみたいな。そうそうそう、そのぐらいやっぱり彼らは能力が高いよね、はい、うん、だからこそのやっぱりこの、まあ、交流戦優勝っていうところにつながってる。そうだな、で大和はここに来て出てきてるしな、ショートで。そうですよね、大和はもう本当にランナーいない時はこいつやる気あんのかと思うようなバッティング見せるんだけど、はい、いる時にはすごいな、はい、やっぱしぶといな、ね、彼は、うん、だからやっぱ特徴を持って、まあ、頼もしさっていうのも発揮してるよね、はい、だから打者はこれ以上望んでも、そうですね、僕から見たら罰が当たるぞみたいな、はい、まあ、楠本も切り札としたりとか、うん、ピッチャーによっては先発でもしてくるし、うん、だからそうだな、うん、まあ、これ以上は言えないでしょバッターに関しては、うん、ピッチャーに関しては、まあ、一時期ちょっと後ろ大丈夫かなっていう、まあ、伊勢投手だったり、あと山崎康晃投手とか、まあ、これからだろうな、うん、なんかすごく不安定だったけどな、はい、でも交流戦明けて阪神戦で、うん、はい、まあ、伊勢も山崎康晃もピシッといけたから、うん、はい、だからまあここら辺できっかけをつかんでくれるとね、うん、安定して、でエスコバが戻ってきてくれたのが、うん、でかいわ、投げるだけ、うん、まあ、みんながちょっと疲れ出してきてるからな、はい、三島とかちょっとね疲れてきてるし、だからそういう意味ではそういう時にエスコバが出てきたりとかね、うん、まあ、してくれたから、すごいピッチャーは充実してると思う。そうですね、あとは何と言っても浜口な、浜ちゃん、浜ちゃんがやっぱ勝てたらでかいよ、うん、
そこなんですね。ハマ、うん、ちゃんがゲームを作って勝てるようになってくるとでかくなるな。そこがキーになりそうですね。さらにただやっぱり DeNA はどちらにしてもやっぱり6月も20丸ですね。良かったっていうところですね。まあ、交流戦優勝したっていうことも20丸だし、うん、交流戦明けにやっぱ首位攻防戦あのプレッシャーがある中でね、うん、交流戦のさ最後日本ハムに負けた試合、うん、はい、まあ、1点差だったから優勝できたけども、うん、負けてもね、であそこで勝ち切らなきゃいけないゲームだったんだけど、それを負けたっていうことがちょっと交流戦の頭に阪神戦ということでちょっと心配したけど、はい、まあそこを3連勝というね、うん、見事な勝ち方で勝ち切ったからね、まあ、ここら辺はやっぱチームの力もついてきてるんだろうなって、うん、でも裏を返せば阪神はどん底の状態だったからね、 そうですね、その時はね、はい、でも勝たなきゃいけないゲームを勝ち切れたということは、うん、もう一つ勢いがつくかなっていうような感じでは見てるんですね、うんうん、そうです。ただやっぱりそのね、さっきそのオースティン選手をどうにかして3番で使いたいんだけど、てんてんてんっていう怪我だったりとか、まあいたらいたで困るんだよね。DH がないから。あ、そうですね、交流戦終わって、いやだから外野だからどっか一角を崩す必要があるというね、はい、そうだったらまあ代打で置いとくだけでも怖いけどね、相手からすると。そうですね、まあ、右も左も関係なく打つから、はい、だからまあそういう意味では頼りがいのある選手だけどね、うん、メイトさん、やっぱ DeNA というとその、まあ、心眼打線って言われてたような再来というふうにも今言われてますけど、やっぱり他球団が困ったらアウトコース投げてればいいっていうのが DeNA には通用しないっていう今記事も出てるんですけど、そのぐらい怖い打線、メイトさん見ていてどうなんですか？いや怖い打線というかさ、アウトコースが通じるっていう時点で、うん、その球団は古いもん。他球団もう古いですか？もうちょっと勉強しろって思うよ。なるほど、ね。あとね、忘れちゃいけないのはバウアー。バウアー、そうですよね。これはやっぱりえげつないな、はい、いや、どんどん上がってきてますね。上がってきてる、うん、ね、あのコメントであったよね、はい、豊かな寄せはどうせんで、バウアーゼロシュー、何年に何本とか、うん、見てみろ、負けやしないよ、もう。負けないですね。ほんとちょっとしたことをさ、ね、本当に2試合ぐらい勝てないぐらいで大騒ぎで、もう外れた外れた、うん、どう言って返してくるんだよ、ごめん。多分今黙ってると思います。黙ってるかも。チーンってなってると思うんですけど、いや本当に、まあ、でもそのぐらいね、バウアー投手が本当に月ごとにどんどん良くなっていってるので、やっぱさすがだな。サイヤンが違いますね。あのね、一番彼に思うのは、アウトコースが通じないっていう球団が言うけど、はい、バウアーなんかアウトコースなんか考えてないよ、うん、やっぱ高低を考えてるから、今ピッチングスタイル高低を考えられるようなピッチャーじゃないと今この現時点では勝てないよね、あ、世の中。確かにと俺は思うよ。じゃあ他球団の方がちょっとあのインプットしなさすぎてるっていうか、アップデートがないってことね。まあ困ったらアウトコース、うん、もう時代遅れだから古いということですね、うんうん、わかりました。と思うよ、はい、これノムさんが生きてたら怒ると思う。怒る、そうや、そうですよね。やるよ、だからやるわ、やるとこずバカにしやがってって。でもマー君は野村さんとの対談の時にもう言ってるから、はっきり。あ、そうなんですか、ね、アウトローは古臭いって。アウトローで投げたってメジャーの選手は持っていかれるって。そうですね、うん、もう令和はそうですね。いや言ったってあえてこやすがって、もうね、アウトコースのアウトローなんていうのは宮崎だったらもう舐めずりしていくよ。いや、ホームランはないかも、一塁はもう計算して打つよみたいな、そんな感じだよ、うん、そうですね。だからやっぱり DeNA が強いというか、そういうとこなんでしょうね、まあ、もうね。さあ続いて広島です。はい、まあ、広島現在打率2割4分6厘、防御率 3.26、うん、で月間打率でいうと2割4分8厘なので、そんなに変わっていません、ね、まあ、そうだね、はい、防御率がちょっと悪くなってますけれども、交流戦5割でね、はい、まあいって、うん、まあ一進一退というか、いい時もあれば悪い時もあるというね、まあそういうところなんだけども、大瀬良が勝ったんだよね、はい、6月ジャイアンツ戦かに勝った。大瀬良が勝てないからもたもたしてた部分もあるんだけど、大瀬良が勝った、床田が勝つ、もうそうなってくると森下が続く、うん、悪くはないんだよね、はい、坂倉が良くなってきた。そうですね、うん、秋山がちょっと悪かったからな、あ、 6月はな、はい、そこら辺でブレーキになった部分はあるけど、うん、そうだな、マクブルーム、うん、そうですね、ちょっとデビッドソンは良くなってくるよ。あと末狩選
手も6月に入って出始めて、ああそうだ、はい、それがねな、うん、まあそんなには多くチャンスはもらえないかもわかんないけど、はい、ポイントでやってくれればいいし、田中康介がよくなった、はい、おー小園はどうしたの、出る幕ねえじゃん、ほんとそうなっちゃってますもんね今、うん、現状で。そうだな、だからいいんだよ、はい、あと栗林投手もまあ戻ってきましたけれども栗林もな、なんか よかったら分からなかったね、はい、勝ち投手になりましたって次の日にはコンパみじんになってたから、そうなんですよね、でまた次の日に抑えるとか、うん、まあそうこうしながらやっぱこう掴んでいくのかなっていうような感じはするけどね、うん、まあただ矢崎が抑えでちゃんとしてくれてるからね、はい、まだいいけど、うん、その前に投げるターディーも日本の野球に慣れてきたのかなって思うしね、うん、だからだん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 不安材料はなくなっては来てるんだよ、はい、なくなっては来てるけど日本人の左ピッチャーの中継ぎ、まあ玉村であったりだとかさ、うん、そういったところがちょっと心もとないよね、まあ、森浦はまだちょっと物足りないっていうね、まあ、そこら辺がねターリー以外にもう1枚2枚いてくれると、はい、まあ、セリーグって左バッターのいい打者多いから、うん、まあ、そこら辺で差し込めるといいなっていう欲はある、うん、欲の部分だけどな、そうですね、うんうん、ただカープはやっぱり3、4位そこから落ちていかないっていうのはやっぱりいい位置をキープできてここまで来てるのかなって、いやよく戦ってるし、はい、やっぱ自力はあるよね、そうですね、それとやっぱり田中が入ることによって、はい、田中菊もあるじゃないけど、はい、二遊間の田中菊池のコンビネーション、うん、まあここら辺はやっぱりいいね、もうね知ってある中ですもんね、そうそうそう、だからまあ坂倉は今年からまあキャッチャー専任ということでちょっと苦労してる部分もあるけども、センターラインを見るとやっぱ安定はしてるよね、うん、だから頼もしいよ、この安定さって崩れてはいくような感じなんですよね、あ崩れない、うん、よくやっぱ新井監督が田中を再生したよね、そうですね、まだまだ吹き込むな、まだまだって、うん、で上本もね、はい、うまく使ったりだとか、うん、まあ、するし、はい、だからそういう意味ではすごくいい野球になってきてるよね、はい、でプラスアルファその盗塁の数っていうのもやっぱりこうカープというと走るっていう、ね、はい、ですから、だからカープ野球健在という、うん、はい、天才的な西川もいるし、そうですね、だから5月12個、6月13個走ってますけども、やっぱり他チームと比べても盗塁の数っていうのは、まあ、そうだ ね、まあ先発ピッチャーがねある程度安定してるよね、うんうん、だからまあ大瀬良がいて栗がいて、はい、床田がいて森下がいてっていうことになってくると、はい、この4枚がこう勝っていってくれればさ、うん、上行くよね、そうですね、上行くと思うよ、現在2位の DeNA とは 3.5 ゲーム差、非常にいい位置に面白い、ね、いますね、はい、さあ4位の巨人、一時期3位に浮上したのもあったんですけど、いや6月はね、はい、はっきり言って、うん、よく戦ったよ、素晴らしいです、ね、よく立て直したし、はい、選手の状態がグッと上がった月だったね、はい、だからまあ坂本にしても丸にしても、はい、まあ、秋広がちょっと6月はちょっと疲れたかなっていう感じはするけど、はい、岡本が良かったし、はい、中田がちょっとな、うん、状態はあんまり芳しくはなかったけども、うん、梶谷が良かったし、はい、大城もホームラン打ってくれたし、はい、まあ、吉川も上がってきたし、うん、だからどれをとっても打者はいい作用があったんだよね、打率だけでいうと月間打率は6チームの中で一番上がってます、2割7分8厘、まあそうだよね、はい、でホームランも出たしね、出ましたね、やっぱりチームホームラン打率がダントツだもんね、そうなんです、もうダントツでいってるので本当に79も、はい、なあ今現時点でな、次がヤクルトの57なので、うん、ダントツだよ、だからホームランで勝てるチームだよね、そうですね、ただ後輩に来てバタバタと故障者が出てきてる、うん、そこはちょっと心配です、ね、うん、故障者と疲労とか、はい、まあ、そういうものが出てきてるという、うん、まあ、大勢にしたってそうだし坂本怪我だしね、うん、まあ、中田の状態っていうのも、はい、まあ、足の状態から来るちょっとバッティングへの影響っていうのもあるし、まあ、梶谷が抹消されたし、うん、まあ、ちょっと6月はよくやったと思うけど、うん、7月はかったるくなるかなっていうような感じがする、ね、もしかすると7月の月間打率は若干落ちるかもしれないですかね、まあ、率もそうだけどホームランが落ちるような気がするな、結局その岡本選手頼りになってしまうっていう、まあ、まあそうだな、うん、
あと防御率で言うと、防御率も今は 3.71 なんですけども、月間で言うと 3.02 と、ピッチャー陣頑張りました、すごく。リーディーを8回に持ってったりだとか、はい、まあ、いろいろね工夫をしながら、うん、まあ、中川が、はい、まあ、よかったりだとか、うん、先発の横川を井上が投げた試合で中継ぎにバーン持っていったりだとか、はい、そういうこう工夫はしながらやってるよね、はい、だからまあこれが1年間持つかどうかっていうのは分からないにしても、うん、6月はそうやって乗り切っていったよね。あとまあ菊池投手とか、あの安定して菊池、はい、ね、よかったな、はい、本当にあの先発させてやりたいぐらいのボール持ってるし出力あるし、はい、よく頑張ったと思うな、ね、あと菅野投手が帰ってきました。そうだな、はい、でまた抹消されたけど、はい、なんだよお前なあ、2試合飛ばしたらもうまた肘が張ったかなんかね、そこがねまた足りなくなっちゃうんですけど、やっぱ入ったり抜けたりされるとさ、はい、やっぱ計算狂うしな、はい、だからここら辺でちょっと怪我人と疲労を伴った選手が増えてきたなというね、うん、飛ばした結果かなっていう感じもするけども、うん、やっぱ早く立て直さないとあっという間に置いていかれるから ね、 ね、この状態だと。ただ6月だけに関して言えば本当に良かった、まあ、本当にあのよくやったね。そうですね、あの原監督もよく動かしたし、うんうん、選手も変えたし、はい、そういう意味では本当によく戦った月だと思うですね。希望が見えたもんね。そうですね、うん、で5位現在中日、まあ、あの6位とヤクルトは 0.5 ゲーム差なので、ここはあの日替わりでよく変わってるんですけど、中日、まあ、打率2割3分8厘、月間は2割2分7厘とちょっと下がりました。防御率が 2.89、 ここは 2.78 と若干上がってはいるんですが、どうなんでしょう、その打つという部分でちょっとこう、いや、あの兆しは出てきてるよね、まあ、打つという面では点が取れるようになってきてるし、悪くはない。ただそれを吐き出すのがエラーだよ。そうですね、うん、昨日甲子園でやった試合でも、はい、満塁から梅野が打った打球、石川が取ればホームゲッツかなって、うん、これ伊藤原が高めのボール球に手出したんだよ、うん、で次梅野、はい、それを取ってホームゲッツしとけば流れが変わってたんだよ、5対3で言ってて、うん、そうですね、そこら辺でポロッとやるっていうのが中日の未完成かなっていう、うん、上に上がっていけそうでいけないっていう、そうなんだよな、うん、そういうところが多々あるから、うん、そうだな、まあ、そこら辺をこう抜けれればさ、はい、グッときそうな感じもするけどね、うん、ただ選手も若いし、はい、まあ、これからのチームだから、うん、まあ、そこら辺は長い目を持って見ないとね、うん、いけないと思う。だまあ細川が相変わらずやる、はい、ビシエドが少し良くなってきてるという、ね、うん、はい、トレードがあって宇佐美が打ってマスクをかぶって、うん、点を取られてみたいな。そうですね。いや、だから木下選手が抜けてしまったので、この6月というか、まあね、はい、まあ、そうだな、中日にいい材料っていうのは少し点が取れるようになったかなっていうような、ゴムワゴンゲットだしな確かにそんなこともありましたね、うん、だけど俺は中日は4年後、うん、強くなる、優勝する。そうですね、月間というか4年後です、年ここ今日も、ね、まあ、これ月間やってんだもんそうね、ただその木下選手がいなくて、今石橋選手で、まあ、宇佐美捕手っていうところに頼らざるを得なくなってきてるっていうのは、まあ、6月、まあまあこれはしょうがないよね、まあ、だからそしたら木下がいたら絶対勝てるかって言ったらそんなこともないですね、うん、だからまあ現有戦力で頑張ってもらうしかないから、はい、だからまあそこら辺はねあんまり気にしない方がいい、うん、だからあんまりいいことはない。そうですね、まあ、だからこそこの位置にいるっていうことは、ね、小笠原が勝てなくなったし、そうですね、その代わり高橋宏斗が勝ち出したという、なんかアンバランスですね。アンバランスなんで、やっぱ運の引き合いするからね、選手でも、そっか、だからみんなが仲良しなわけじゃないから、なんかいい時はね、柳投手勝って、小笠原投手勝って、高橋宏斗投手勝って、いや、高橋宏斗が勝って、あ、勝てないんだ、去年そうでしたね、2桁いってないで、柳が負けて、小笠原が勝てない、うん、その分が、今日多分高橋宏斗の予定なんで。28日ですか、うん、多分勝つよ、運が全部そっちいっちゃってるからそう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 、そうかそうか、あと涌井投手が6月頑張ってますね、はい、防御率いいですし、この前一つ勝っただけで援護点なんか本当ないよ、だある時とない時の差がすごく激しいですよね、激しいっていうか、うん、左見せよってもう本当に、はい、もう正座させられて右からバンバンバンって西東されてもまあしょうがないからね、そうですね、
確かに。いや本当よ、そのぐらいならもう献身的に投げてるけど点取ってくれないんだ。一時の楽天のマー君みたいな感じですね。まあそうだな、そうだ、ベテラン頑張ってるんだけどっていう。さあ最後ヤクルトですけれども、はい、打率は月間打率ちょっと上がりました、2割4分4厘で、はい、ただ防御率も 3.40、 防御率は下がってるというところで、はい、悪くはなってないっていうことなんですか。まあ、噛み合わせだな、歯車が合わないな、うん、打ったら取られる、取らなかったら取れないみたいな、はい、合ってる打ったら取れない合ってる取らなかったら取れないな、そうですね、歯車合ってないんで、うん、そのぐらいみたいになっちゃってる、うん、ただやっぱり日本人エースと言われる小川、はい、これが勝てないよね。勝てないですね、うん、言えばサイスニードしか、うん、なんとなく計算ができないのかなっていう。あと高橋奎二投手もなかなかっていう。高橋奎二はちょっと難しいな、うん、あのコントロールで勝とうとすると、はい、うん、相当な勢いがいるっていうことだよね、うん、で今年ボールがあまりいってないしね、うん、昨年ほどね、はい、だからそういう意味では今年1年は苦労するだろうなっては思うけどね、うん、でやっぱり小川が勝てないとかね、うん、そういう意味では苦しいよな。もう勝ててたピッチャーが勝てなくなってくると、まあ、必然的にこうなってしまうっていう状況で、やっぱりリリーフを使わざるを得なくなってくるからさ、うん、そうなってくるとリリーフ陣の負担っていうのはものすごく大きいよ、うん、6月にサイスニードが初完投初完封をやってくれたのが中日に、はい、それがやっぱり初めてだっていうか、誰かしらやっぱりリリーフが出ていってるわけだから、はい、そういう意味では疲労感は満載溜まってるよね。そうですね、ピッチャー陣もね。で打率に関してはそのオスナとかサンタナ選手とか、いやよくやってるよ、ね、かわいそうなぐらいに顔がもうかわいそうになってる、もうね日本人野手頑張れよみたいな、はい、でもね、並木を使ったら並木が3本打ってくれるとか、うん、いい兆候もあるんだよね、うん、ただやっぱりあの打線っていうのは山田であり村上だよね、うん、はい、まあ、この2人がやっぱこう引っ張っていかないと難しいかなっていう感じはするけどね、うん、あとあの塩見選手もまたいなくなってしまったので、どうしたんだ、出てきたと思ったんですけどね、戻ってきたと思ったら、ああ、はい、やっぱ彼がいるといないとだ、やっぱ大きな違いになるな、ありますね、だからやっぱりここの位置という風になってしまうっていうのも、でも昨年のチャンピオンチームだからな、一昨年もですよね、何もそんなに変わってないというね、うーん、いう状態の中でこれだからさ、そうですね、とまあざっと見ていきましたけれども、はい、最後にちょっとじゃあ7月このチームやばいよと、やばいよっていうのは行くよというところで、なんか台風の目ではないですけど、このチームゆうたかさん注目しといてねっていう風に皆さんに言っときたいチーム、やっぱ広島だな。おお、広島、あの DeNA 戦の頭にね、はい、床田を用意して勝ったんだよ、うん、ターリーが投げ、うん、矢崎が抑えるという。これね、ヤクルトが勝った時のなんかちょっと勢いに似てるんだよね、で3対2ぐらいだったと思うんだけど、スコアは粘り切ったんだよ、はい、で相手は怖い牧、宮崎にチャンスは回ってきて、そこをなんとか開き直って抑えるという、はい、ヤクルトが優勝した時のようなそんな匂いもするんだよね、チームが一体となってきたなっていう、はい、で1番菊池が出て2番野間がしっかり送ったという、うん、菊池言わすと野間のバントが下手だっていうでもそこを心臓バクバクしながらこうきっちり送れたって、その後のバッターたちが仕事をしたというね、まあ、秋山のコメントはあれだけチャンスを作ってくれて回してくれて、ね、バント苦手な野間がやってくれて打たわけにいかないっていう、なんかねチームがね本当にあの新井監督が家族だっていうような感じにはなってきてるね、うんうん、だからすごく広島っていうのは不気味な存在ではある。おー、じゃあこの7月ちょっとこの豊さん的には注目して広島に見てほしいなっていう感じ、ね、坂倉もう形になってきたしね、はい、キャッチャーとしてね、いいキャッチャーになりかけてるからね、うん、だからまあここら辺が7月で、はい、なったって言わしめたら、はい、それはその先楽しみだ。そうですね、ね、総評していきましたけれども、はい、以前の動画で豊さんの月間予想というのももうすでに出してあるので、はいはい、概要欄からいけますので、それと照らし合わせながらもね楽しんでいただければなと思います、はい、次パリーグですよ、はい、チャンネル登録をしてからパリーグに行ってください